16,100点？余裕めっちゃ超えたやん。やばくない？こなれた身のこなしになってきたな。クロートにはこの景品だ。あゆなら泥団子を4、え？これであとは、もちもちキノコがなかなかないんよね。草原の音色。コロ帽子。チェリム。こけし。ともしび。今何個をゲットしたんやろ？ 3 つぐらい？ 3 つ4つぐらい？全然やな。てかこの辺のやつもさ、もしかしたらまだまだ、だって見たことないもんね、アイテム。まだまだ出てくる場所じゃないんかもしれん。うん。射的をやりたいんですけど、私。どこなんですかね。あの、射的、この辺で見える？この辺にある？宿舎、写真屋。新しい依頼。交換、訓練。訓練。農場。放牧。イチョウ。いや、ねえな。いや、ねえな、まったく。ん、でも、あれか？ん？違うな。あれ、村の外やね。何？村の外に。ん？この人も何か私に。大きなブイゼル？ブイゼル持っとるよ。同じ種類のポケモンでも大きさが違うって本当かな？あ、ぽいぽい。博士が話していたけど、並んだ様子を見てみないとな。見た目に差があるんかはわからんけど。でも僕のブイゼルより大きなブイゼルがいるなら、並べて比べてみたいな。別にあげんといかんわけじゃないんやろ。比べるだけ。君はポケモンを捕まえる天才なんだろ？僕のブイゼルより大きいブイゼル捕まえたら譲ってほしいんだ。俺は用意しと、譲るの？俺は用意しとくから頼んだよ。ブイゼルの背比べ。え、じゃあ、ちっこい方くれるとか。何？ブイゼルコレクション？ってことは大きいんやね、私の方が。ブイゼル結構活躍してくれよったんやけどな。僕のブイゼルより大きいブイゼル譲ってくれるのかい？大きいんか知らんけど、はい。どうぞ。渡しましょう。すごいな。こんなに早く連れてくるとは思わなかったよ。まあね、病やけんね。でもそうだな。もっと大きい子がいいな。高さがだいたい 0.8 メートル以上の子を頼むよ。おい。ほっとはしたけど。なるほど、ダメだったんすね。あれ、なんか今回、え、ここどこ？ちょっと待って。ここはまだ村の一部？なんか全然、出かけてきますみたいな、あのやりとりがなかったけど。野外訓練場、え、ここも、あ、ここ射的のとこ？え、的ないな。狙って投げて、当てては、でも射的やね。まとめて割って腕を磨け。目指せ射的名人。君が1万点以上出したら特別な景品もつけちゃうよ。さあ、挑戦していくかい？かまずどんなもんなんかがわからんけん。説明して。お貸しするモンスターボールで制限時間内に的を割りまくり、高得点を目指す遊びだ。紫色の的は1つ100点。黄色の的は1つ200点。連鎖といって1つのボールでいくつもの的を割ると追加点だ。100点、200点。ええー、難しそう。1000点とかにしてくれんかな。的がたくさん割れると制限時間も伸びてお得だぞ。さらに、より良い得点を取れば、より良い景品を進呈しよう。さあ、挑戦していくかい？じゃあ、普通にボール投げる容量と一緒ってことかな。ほー。不安定や、不安定。待って。しかも何？飛ぶんすか？やめてよ。ね、黄色とかそういうの全然わからんねえけど、なんか色の違い、あ、あった。おったわ。色違うやつ。追加された追加。近すぎて狙いにく。お、すごくない？今の。え、今のこそ連鎖やろ。ほらほら。そこの黄色いの欲しかったんやけど。
おー、いいね、いいね。すげえ気持ちいいね。待って。時間を見る余裕もないけども。もう一回ぐらい追加ないかな。なんか音、あー、何？どれぐらい？ 9200、 え、結構いったやん。すごいじゃないか、記録更新だ、おめでとう。ってことは、結構今もたもたしとったけん、割といける？射的を遊んだ者には特典にふさわしい景品が待っている。今回の特典ならこの景品を進呈しよう。泥団子？いらねえ。カチカチに固めた泥団子。当てられたポケモンは動きが鈍り、隙が生まれることもある。あ、なるほどね。武器として使える感じやね。射的名人を目指せ、また遊びに来てくれ。待って、もう一回やる。これいけるやろ。1万。そんなに割った？プラスポイントがあったってことかな。挑戦します。あんたの最高記録は9200点だ。新記録を叩き出してくれ。了解しました。さあ行くぜ。なんか黄色めっちゃ増えた？ねえ、なんか、黄色率高くね。あー、しかもめっちゃ割れる。あ、追加されたよ。めっちゃ追加されたよ。お、黄色いやつなんか超ふわ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 動くな。まあ、高い点数やけん、あれかもしれんけど。いけーい。あー、気持ちいい。めっちゃいい感じやったよ、今。今何点なんやろ。まだまだかな。怖い。でも終わりが近づいてきたらさ、結構あれよね。なんかちょっとせかすような音になるよね。いけいけい。なんか適当に投げても意外と、ね、密集しとるけん、何かしらには当たる感が。ちょ、待って待って。あ。え？何？どう？今回は？36,100点？余裕めっちゃ超えたやん。やばくない？すごいじゃないか。記録更新だ。おめでとう。こなれた身のこなしになってきたな。クロートにはこの景品だ。あゆな、泥団子を4、え？え？あ、なるほどね。1万点を超えて君にはとっておきの景品もつけちゃおう。え、てか、安上がりすぎん？まあ、お金は取ってないんかもしれんけど、泥団子？サブ任務目指す射的の伝道師達成。お、これでスーパーボール15個やった。あ、金の玉。金の玉って2000ゴールドぐらいやったっけ。より良い得点を取った者にはより良い景品を用意している。あれをね、売るしか役に立たんやつよね。でももらった時は喜んで売り払いよったけど。さらなる記録を目指してたくさん遊んでたくさん鍛えてくれ。持ちきれないスーパーボールは15個道具箱に送られた。あ、金の玉も送られていった。ふぅ。そしてここは一体どこなんだろうか。この辺のやつって多分あれよね、村の中ってことは、よね、何も拾えんのよね。なるほど、なるほど。てかあんなとこにあったんや。全然普通に知らんかったんやけど。これをくぐったらもう、村の外なんやと思っとったよ。ふぅ。ことで、ブイゼル。え、なに？ 800 メートル以上？ 800 メートル？ 800 メートルでかすぎか。800メートルはでかすぎるの。80センチってことか。どんだけ巨大なブイゼルやねんって感じやねん。不気味すぎるにも。ほど。とりあえず、ちょっとブイゼルをいっぱい、何ですか？ポケモンに技を教えているか。あ、うん。教えてないけど。はい、外に出てきます。原野ベースでよかったっけ？高台？高台の方か、ブイゼルが近いの。とりあえずちょっと川辺でブイゼルをね、調達したいんすよね。多分前回、
この出かけた時に、この辺ブイズル、おったんじゃ、ないっすかね。いや、なんか他のポケモンもいっぱいおったけども。どうおる？全然コロ帽子だらけやない？めちゃくちゃコロ帽子だらけじゃね？ブイゼル。向こう岸とかにいっぱいおったんかな？違う？もうちょい向こうの方行ったらおるかな？こっちこっち。あ、ブイゼル！え？ブイ。目が赤い気がする。待って、無邪気に近づいていってはいけないやつな気がする。この辺はブイゼルではなくビッパなんだな。あ、おったやん。ちょ、待って待って待って。違う違う違う。ちょい、待って待って。戦う気満々って感じやね。ってことは、いけい！ムクバード。弱らせれば、フェザーボ、え、待って。めちゃくちゃレベル差あるな。これは普通にいけるのでは。違う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 。はい、ボールを。それでちょっと、こっちに危害を加えてこん状態にしてからの、ボール。よっしゃ、来たよ、ブイゼル。どうかな？とりあえず何匹かブイゼル捕まえとく？はぁ、あ。はぁ、あ。いててててて。痛いんですけど、ちょっと待って。え、違うよ、ムクバード。そっちじゃなくて、こっちなんすよ。ふぅ。私もそっちを向かんといかんわけ。レベル2なのに？レベル2なのに？めっちゃ頑張るやん。ちょっと気の強い女の子なんかな。どうよ。おぉ、出てきた。へ、怒ってるわ。めちゃくちゃ怒ってるわ。しかし、このレベル差やったらさ、もうなんか、普通にやっつけてしまいそうな気がするけん、ちょっとおとなしく捕まっていただきたいんよね。さあ。お！やったね。別に強さ関係ないけんね。あ、大きさやけん。どうかなぁ。かさ、向こうの、お？あれ EV じゃない？え、絶対 EV やってあれ。え、イーブイって捕まえたことないよね。ねえ、イーブイおるんやけど。どや。やったー！イーブイ！初初！こんなところにおってよ、イーブイ。嬉しい。めっちゃ嬉しい。え、見つかってなかったんや。見つかっとったと思った。普通に見つかっとったと思った。ね、やっぱあれか。人間とは違うけんね。やっぱちょっと、ポケモンやけん。お、あれは、ポニータ？ん？ EV あんなとこにもおるやん。EV さ、いっぱい捕まえてさ、いろんな進化系にしたいよね。ちょ、この EV も欲しいな。近い、近い、近い。待って。えへ。ちょいと、消えた！くっそ。ポニータかな？捕まえとったっけ？めっちゃ正面から生きよるけん。しゃがんでも意味ない気がするけど。すごい音したね。ドス。やったー！あ、初や初。イェーイ。この道具は持ちきれません。なんか落ちとった？重いサイズを捕まえた数1。もしかして、大きいサイズとかもなんか、うえい、目が赤いやつ。怖い、でかい。ね、背中に2、3人乗れそうなサイズしとったよ。いっぱい捕まえてきたよ。どうですかね。
とりあえず、最初これ見せたんよね。大きさってどこに書いとん？ここでは見えん感じ？じゃあこっちは、ルイズレベル5。押す。はい、どうぞ。もっと大きい子？じゃあもう一匹の方は？まだあと2匹おるよ。はい、この子。レベル2。もっと大きい子。もしかしてみんな同じぐらいの大きさなんかな？持ってきた子たち。はい。もっと大きい子。あ、もうなんかダメな気がしてきた。ちょ、待って。はい、この子は？はぁ、全滅。全滅。マジかー。くっそ。いけたと思ったのに、全然大きくなかったんよね、私が連れてきた子たちは。くそ。ちょ、待って、それじゃあ、もう一回はいいんやけど、ちょっと待って。ボールを調達しておかねば。ん？これは、あれか？夜になった剣現れたサブクエってことかな。あ、サザンカさんや。これじゃあ、おちおち寝てられねえぜ。どうした？うわ！驚かせるなよ。驚きすぎ。いや、なんでもない。用があるなら後にしてくれ。何かあった？調査隊なら原因を突き止めるかもしれねえな。なんかさ、口悪いけど、見た目めっちゃ可愛いよね。実は夜、家の中に気配を感じるんだ。え、怖っ。何かがバチバチ言ってるような。バチバチ？他にも焦げた木の実があったり、ガタゴト物音がしたり。調べると言ったら調査隊。家の中を調査してくれよ。真夜中の怪現象。ピカチュウがおるんじゃね？昼間は仕事なんだな。夜に頼んだぜ。ってことは今ってことよね。ここをサザンカさんのお家。部屋の調査はできそうか？あ、大丈夫大丈夫。てか、まだですってどういう状態？家の中に何かいるんだ。とにかく隅々まで調べてくれよ。戦闘に突入するってことかな。どれ？どこだ？てかさ、あれな、この世界ってさ、みんな、こういう家？なんか、女の子らしいとか、男らしいとか何一つない感じ？調べる。建築関連の巻物が入っている。本部のデザイン案だろうか。コイキングのスケッチもある。コイキング！ここは？お？木の実が入っていたような香りがかすかにする。食べられている。パチリスかな？木の実やし、パチパチ、バチバチ？何？外に出てった？扉から？調査は終わってないよな。一旦休憩にするか？いや、別に。ん？こっちの方向に行っただけってことか。この辺？布の下から物音が聞こえた。めくる。現実では絶対めくらん。怖いし。パチパチ。火花が走り、何かが前を通り過ぎたようだ。ほ？畳の方から音がした。何？床下を移動してるの？そういうわけじゃないよね。目に見えないスピードなの？何？どこから？え、床下、どうやって調べるんすか？団員服が綺麗に畳まれしまわれている。え、違う違う違う。全く違う。待って。え？何をどう調べればいいの？ん？この辺。ピチューやった！かわいい！変な音がしたが調査隊無事か？めっちゃかわいいよ。おう。
ハサミ打ち。あれ、このピチューもしかして、そんなわけないと思うが、森で怪我してたピチューか？え？恩返し？木の実取って生きよるみたいやけど。お、これは相棒になるんじゃない？ここの。なんだよ、この木の実。まさか処置したお礼なのか？あ、木の実、調理してくれよったってこと？電気で。ちゅ。待てよ。つまり家にいたのは、義理がたいピチューだったのか。一体どんな恐ろしい奴かと思ったが、無用の心配をしてしまったぜ。あんたには世話になったな。感謝を込めてお礼だ。七の実。なんかこういうさ、お礼とかで、なんか他のサブクエで必要なものをくれたりとかしないですかね。え、ピチューはどこ行ったん？もう帰ったの？森かどこかに。そのまんまさ、相棒にすればよかったのに。え、びっくりした。振り返ったらおらんだったと思った。絶対もう今後あの人の近くにはピチューがね、ずっと横とかに立っとんやと思ったのに。違うんかい。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最後まで見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで今回はまちまちま3、4個ぐらいかな。え？ 2、3個ぐらい？サブクエクリアできたけん。多分次、木材、次で拾えるんじゃないかなと思うんやけど。あの1箇所しかなかったよね。もっと散らばっといてほしい。